どうも皆さん、こんにちは。今回ですね、ウォールブレイカーで、ウォールブレイカーは、壁がなくなったらどこを攻撃するのかというのが気になったんで、紹介していきます。おっと、この小さな壁を攻撃しに行った。さて、あと壁は、さあ、この壁は、こいつはこの変な壁を攻撃しに行こうとするんだ。さあ、大砲を攻撃しに行きましたね。おっと。お、大砲を攻撃しに。うわ、すごい。これ、割と強いんじゃないか？割と強いんじゃないか、これ。100% 無理だな、これ。あ、死んでしまった。こんな感じでした。まあね、やっぱ、ウォールブレイカーは、壁がなくなると、防衛施設やら何やら無差別攻撃をするということが分かりました。よろしく。